UEFA ヨーロッパリーグ、L ラウンド32ファーストレグ、レアル、シエダ対マンチェスターユナイテッドが、地時間18日に行われた。ユナイテッドが4-0の勝ちを収めた。今シーズンの海外サッカーはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施、新型コロナウイルスの影響で中立地開催と、第1戦は、ユベントススタジアムで行われた。アウェー扱いのユナイテッドはブルーノ、フェルナンデスの2得点などで4-0の勝利を収めた。フェルナンデスは27分にこぼれ球を拾って、正ゴールを奪う。続く57分には、ダニエル・ジェムズからのパスを受け、ゴールネットを揺ら、勝利に貢献した。フェルナンデスのコメント、ユナイテッドの公式サイトに掲載されてい、フェルナンデスは2点目に関して、ダニエ、ジェームズから僕へのタッチだと思った、彼がボールを受けた時、それを、コントロール、すると思った。しかし、僕は彼にアシストを与えたと振り返った。さらにフェルナンデスは、目はできるだけ多くのゴールを決めること。無名とにアシストをすることもそうだ。最重要なことは、ターゲットはトロフィーであること。優勝することはゴールを決めることよ、も重要と話し、見据える先は、L 優勝。フェルナンスはゴールよりも、まずは、チームの勝利を有する。両。